暑いのにやってしまいました。揚げ物めっちゃ暑いです。それじゃあ食べたいと思います。いただきます。チューリップ、美味しい。ちょっと首がいるんで、ちょっとエアコンとかちょっとついてるんでうるさいかもしれないです。あ、置くとこ置いてたわ。夏の揚げ物はきついけど、やっぱり食べたくなるじゃないですか、たまに。夏こそ揚げ物食べたいみたいな。王将行っても結構チューリップ食べます。なんで今日こんなスピード速いと思った方、子供が起きそうなんですよ。またボツ動画行きやって心配になりながら食べてます。やっぱりちょっと揚げすぎるぐらいがカリカリになって美味しい。
れなんですよ、髪の毛切りたいんですよ。私めっちゃ長いんですよ、もうお尻に当たりそうなぐらい。当たりそうなぐらい、もう当たってるかもしれない。なんていう、したい髪型がないんですよね。美容院行く時とかに、あのそのしてほしい髪型なんか写真とか持って行きます。私いつもどう言ったらいいか分かれへんから。なんかあのモデルさんとかの写真見せるのめっちゃ恥ずかしい。見せたことあるけど何回も。美容師さんもな、笑わんと、あ、わかりましたみたいな感じで言うから、あれ我慢してんのかな、笑いこらえな。私一回あのめっちゃ言うの恥ずかしいわ。あの美容院行った時に、そのあの外国の女優さんでジェニファー・ローレンスさんっていう人いるんですけど、その人の髪型にしてくださいって言った。めっちゃ恥ずかしいけど、その美容師さん何も笑わずに、はいわかりましたって言って。でやってくれました。言葉で説明するのってめっちゃ難しくないですか。私もともと日本語下手くそやから、もうそういうの全然無理なんですよね。そのなんでそのジェニファー・ローレンスさんの髪型にしようと思ったんが、彼がね着る前に私のこと、え、このジェニファー・ローレンスにちょっと似てるよなっていう話になって、みたいな感じで調子に乗ってその人と同じ髪型にしたみたいな。なんかすいません、今日喋りも早口になってます。
塩味効いてるから何もソースいらないです。マヨネーズ用意しようかなと思ったんですけど、軟骨美味しい。あ、取れへんわ。今月か来月中に引っ越しできそうです。ほんまやって、宣言してから何ヶ月経っとんねんみたいな。私も彼もマイペースなんですよ、ほんまに。こんだけ伸びてたらもうなんか引っ越す気もなくなってきていや引っ越さなあかんねんけども、家買ってしもうたから。で、私んちは車2台あるんですよ。で、その家に1台は止めれるんですよ。で、もう1台はあれなんていう、1ヶ月の借りる駐車場、あれですよ。下手くそ説明。あれも借りてて、親からずっとその駐車場代もお金払ってるんですよ、止めてないのに。だからもったいないから早く行かなあかんのですけど、
庭をぶっ壊したら、あのそのもう一台車を置くこともできたんですけど、そのコビとそのプチトマトとか作りたいなと思って、もう壊すのやめたんですよ。何でも枯らす私ができるのかっていう話なんですけど、あの花もうまく咲いたことないです。けどオクラだけいけたこともあります。あの小学校の時オクラで、オクラ嫌いも治ったんですよ。てえよ、オーバーすぎるやろないですよ。あの左足の薬指をぶつけて、要は角とかで打つじゃないですか。すごかったんですよ。もう指全部真っ青いんですよでだいぶ引いたんですけど、私も打った時も5分ぐらい動かれへんかって、あ、もうやってもらった日々やわと思って、今もちょっと痛いんですけど。あの両親に電話して言ったら、うわ、企業に売ったのは普通小指やのになって言われました なんですよ。私人生で骨折はないんですけど、この左手首だけ日々行ったことあります。あの柔道習ってて、で、あのこのちょっと腕変な方に行ってしまって、私もうチキンやから、もうそれでちょっとビビって、もう柔道やめたんですよね。あの受け身が下手くそだったんですよ。
けど、あの利き手じゃなかったからそれが救いでした。ほんま髪型どないしよう。私あの細く見えたいんですよね、顔も。で私丸顔プラス面長っていうんですか、あれ面長の面長なんですよ。何似合いますかね。夏なんであの髪の毛をバシコーンと明るくしたいんですよ。身まで食べてしまった。これ800g なんですよ全部で。けど骨も入れての 800g やから全然いけます。
びが起きました。すいません、切ります。ごちそうさまでした。あとラスト1個やのに。